どうもクライレット粗品です。今日は雑談動画にさせてください。今日の話題なんですけれども、ちょっとコメントでリクエストがあったお話で、今日リードのお話でねさせていただきたいと思うんですが、もうタイトル見ればわかると思うんですけど、まあプラスチックリードと普通のリード吹き比べてみてくださいっていうリクエストがあったので、ちょっとこれは今日雑談動画でやらせていただこうかなと思って、はい、用意させていただきました。こんな感じで、はい、左からトラディショナル、通常のレジュールの2班、あとヨーロピアンカットの2班を用意させていただきました。で、まあ1回ずつちょっと吹いてみるんで、1本ずつか聞き比べていただけたらなと思います。で、まず最初レジュールのノーマル、ノーマル悪くないんですよね。まあ違いについてはね、プラスチックリードの回で動画で喋ってるんで、ちょっとまあ今吹いてみますね。まあこんな感じで、私好きだったんですけど、音が飛ばないんですよね。飛んでもね、飛んだ音がいい音しないんですよ。なので前の動画でも喋るんですけど、レジュールのノーマルは使うことをやめてしまったんですけどね、よいしょ。で、次ヨーロピアンカットいきますね。これもね、悪くなかったんで気に入ったリードの部類でしたが、どっちかというと音がねこう柔らかくて、まあクラシックの方に向いてるのかなって感じはしますが、どうしてもね自由度が低いような気がします。すいません、リードとしては、ね、自分のやりたいことに応えてくれないっていうのはね、ヨーロッパンキットの弱点で、カットのね、よいしょ。で、普通の今バンドレーのトラディショナル2番、全然いいですね。まあそりゃそうだっていう感じでね、今吹き比べたわけなんですけれども、プラスチックのリードはどうしても非常用という感覚がね抜けきれない。で、すごく音も安定してきてるし、昔に比べて良くなってきてるんですけれども、ただやっぱりね自然な響きが出ないんですね。で、プラスチックリードで一度だけ本番アンサンブルで出たことがあります。で、その時に言われたのは、ナオさんちょっと楽器の調子悪いんですかって言われちゃったんですよ。吹いてる方からすれば全然普通だったんですけれども、遠くから聞くとやっぱりおかしく聞こえるみたいで、まあやっぱそれを聞いてから私はプラスチックリードを使うのをやめました。で、実際ヨーロピアンカットでも録音したりとか過去に動画でしてるんですけれども、音自体は悪くないんです。近くで撮るときは本当にそこまで悪くないんですが、 CD もそれで撮ってるのあるし、だけどじゃあ自分が納得できる演奏ができてるかっていうと、そこは別問題で、やっぱりバンドレンのトラディショナルが一番自分の中では納得できる演奏ができできるリードだったっていうだけなんで、まあ、人によってこれは変わってきます。プラスチックのリードでも十分満足されてる方もいらっしゃいますし、プロの人でもプラスチックのリードの方がいいっていう方もいらっしゃいますけど、私にとってみればやっぱり足のリードが一番いいと思います。で、バンドレンがいいと思う理由は、すみません、バンドレンがいいと思う理由は、まあ単純に長持ちする、バンドレンは。で、プラスチックのリードはもう永久に使えます。まあ、へたります。1年ぐらいでへたるけど、しっかり使ってると。でもまあ結構長い期間使えますけれども、まあ練習の時しか使わないかなって感じのクオリティです、私の中ではね。で、バンドレンに関してはまあそうだよ。で、リコーはね、実は使ってた時期があります。リコーの灰色の箱、名前忘れちゃいましたけど、赤箱と灰色の箱、エボリューションとかだったかな、使ってましたけど、リコーはね非常に当たりが多いんですが、長持ちしないんですよ。なので、当たりを見つけた時に嬉しい反面、1ヶ月ぐらいで、また使えなくなった、また使えなくなったみたいな感じになりやすいのが私の、ね、率直な感想なので、まあ、私はそれで、まあ、トラディショナルの、リードを使ってると。
ね、バンドレンのってことでございます。あとコストが安い。コスパを考えると、その当たりと長持ちするっていうコスパね、考えるとやっぱ自分にとってみれば2番っていうリードはね、安く手に入る方法がまだあるんで、それを使ってる状態。まあ売れないですからね、安売りされるんですよね。はい、ということでね、今日はプラスチックのリードと通常のリード吹き比べて音どんな違いがあるかってことをね、やらせていただきました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッターもやってるんでね、気軽にフォローいただけたらと思います。はい、ということで今日はねこんな感じで終わらせていただきます。明日からまた演奏動画、雑談動画上げていきますんで、よろしくお願いいたします。ということで今日はこんな感じで失礼します。